おっさんから営業マンへ、仕事は自分のためにやろうよ。おはようございます、島田です。おっさんのおっさんによるおっさんのための動画ということでお話をしてるんですけど、昨日ですね、営業動向を、まあ、何人かの方とやらせてもらった時に、まあ、つくづく感じたんですけど、自分のためにやろうよっていうね、感じがすごくするんですよね。なんだろうな、まあ私らの時っていうのは、こう売れないと会社にいることができなかったんですね。すんごい、もう売れないやつに対する社内いじめって半端じゃなかったですから、もう朝早く8匹来て道玄坂に出て、こんなでかい、ま、だるまをの中くり抜いてあって、これ持ちながら走るんですよもうね、やだもう全て人間性を否定されながら、それでもとにかくね、売れるようになりたいっていう一心で、まあ、売れたら天国、売れなきゃ地獄みたいな環境の中で、まあ、我々の世代っていうのは営業をやらされた時代なんですね。でもじゃあその時に、まあ、私自身もそうですし、売れるようになった人間って、実際の仕事をやらされてたのかっていうと、多分違うと思うんですよね。確かにやらされた部分はありますけど、現場で回る時っていうのは教えてもらえなかったんで、一切営業とかに関して教えてくれなかったんで考えて一軒一軒回って、それで創意工夫を重ねるわけなんですよね。ということは、その中に楽しさとかやりがいがこう出てくるわけですよ。なんでかっていうと、自分で考えて自分が売れるようになりたいからやってるわけですよ。そうやって自分で考えて考えて、で、私は何回も言いますけど、売れるようになるのに8ヶ月もかかった、すっげえ時間かかった方なんですよ。だから自分の中で本当ちっちゃな階段をこう登りながら登りながらやってきたんで、そのなんだろうな、本当こんにちはって入るところ、この葛藤がありましたからね。入れないっていう葛藤、あとうまく話ができないっていう葛藤、そういうちっちゃなことを乗り越え乗り越えやってきたんで、多分皆さんがこう詰まってるところ、ぶち当たってるところって、経験しちゃったことがほとんどなんですね。昨日一緒に回った人たちもそうなんですけど、みたいなねいやそこ悩んでもしょうがねえじゃんみたいなね、逆に、あ、この人すごいな、俺にはできないなっていうような、みんなね、それぞれ個性持ちながらやってるんですけど、ただ自分のためになってないんですよ。ここのスイッチが入ってない気がするんですよね。言われてるからやってる、言われたことをやってる、でここで考えろって話なんですよちょっと考えようよと要は自分のためにやるっていうことは、やらされることかもしれないんだけど、そこで自分なりの創意工夫とか考え方、それでやってみて、この実験してみて、その成果を自分なりに感じて、じゃあこっちがいいんじゃない、いやこてがいいんじゃないかっていうようなことをやること、それが自分のためになり、自分自身の成長につながりますよということで、今日はですね、自分のためにやろうよという話でした。終わります。